はい、超駅太郎です。あの、高校野球のことに語りたいと思います。ね。私ね、高校野球って、割と批判的だったんですよ。いや、というか単純に、こんな暑いさなか昼日なかやんなくてもいいんじゃないのっていうふうに思ってて、大変だよね。で、いうこと言ったら、やっぱりそのスポーツやってる人たちから言いましたら、この、日が照ってるようが40度だろうが50度だろうが、半日そこに立っていられるぐらいじゃなかったらやんないんでって、そもそも。 それぐらいの気持ちでやっているっていうことなんで、もう余計なお世話だって、まあそうなんだ、それ。だ,だ,だから私が一日中喋ってるんだって人から見たら驚異的に思うんだけど、平気なんで、そんなこと分かってやってるんで余計なく口出すなっていうことと一緒だと思うんですね。私はそれができないから言ってるだけの、ね、思って、でもそういう子たちでも、すごい身体能力があるアスリートでも12時間喋れると無理だと思いますけど、<laughs> 私それずっともう何年もやってるんで、<laughs> そういうことだと思いますけど、ね。 あのね、なんだろうと思って言っててもしょうがないんで、このかいつまんで、ね、今回の高校野球、その、えー、慶応と仙台育英のね、決勝のことだけ見てみました。あの、慶応っていうのはで東京かなと思ったの神奈川なんですね。それぐらいわからないっていうことでやっていて。で、私ね、今回見てね、すごい発見というか、なるほどな。いや、言っときますよ。私もある高校のことにちょっと関わっていて、 文化祭だったり、いろんなことを、あの、それと、えー、まあこれ、高校のね、私学の方だったらわかると思いますけど、父母懇談会っていう会合にもね、出席したりして、割とちゃんとやっているんで、それだから言わせていただける。何にもやってなくて、何にもしてなくて、批判してるわけじゃないですよ。高校生のこのたち、たちのためにとか、こう、今から、あの、大人になる子たちのことを、少しでもっというかる、理解できるようにって言って、何もやってないわけではないんで、はい、この夏も、 まあ、あるところの自治体の父母懇談会ということも半日参加した上で言っているっていうことだけ前置きしておきますね。はい。何もやらないでああでもこうでも言ってるわけじゃない。だからあの、お父さんお母さんたちの父母懇談会っていう組織があるっていうことも知らないと思いますけど、そういったものがあるんです。今回そのことに話をするわけじゃないので、あの、高校野球のことにね、話をさせていただくっていうことで。ね。見ておりました。ね。 そしたらね、この KO のキャプテンの子が言ってることにはちょっと私ね、ドキッとしました。あの大きなことを言ってて、日本一になるって言ってて、ね、あの、馬鹿にされたし、ね、いろんな批判もあったけどなりました。いや、なんかこれ、そうなんだ。で、思いましたよ。僕、この記事とか見た時に、この子たち高校生かと思ったんですよ。 今、今私が高校生ってすごく子供に見えるんですよ。正直言って。もう子供。もう本当に子供。あの、じゃあ馬にせんじゃんお子様なんですよ。えあ、かい可愛いっていう感じの子供に見えるんだけど、この慶応の子たちっていうのはすごく大人に見えたんですよね。うん。なぜかだ、なぜだと思います、これ。髪の毛ですよ。髪の毛が伸びてるからですよ。特に高校野球の子たちが子供に見えたのは、まあ私が知ってる高校生っていうのは、 あれですよ。あの別に髪の毛伸びてますからね。あれなんだけど、子供っていうふうに、だいたいそれぐらい子供じゃないですか。高校野球の子たちが子供に見えたのは坊主頭だからです。え、何言ってんだ違います。これね、非常に大きなポイントだと思いますよ。高校野球、高校生だから高校球児は坊主じゃなきゃいけないっていうことは、いつどこまで経っても高校野球なんですよ。でも、この慶応の子たちは自由な発想と違う形で持っていってるんで、髪の毛を伸ばしてますよね。だから、 自主性と本人たちが大人であるという気持ちがあるわけです。それが表情に現れてる。だからやっぱり大人に見えるんですよ。でも、まあ、か見た目から子供なんですよ。坊主っていうのは今、子供の象徴じゃないですか。まあ、必然的に大人になって坊主をやってるのは、それはいろいろ作業的にとか、 あの、身体的にとか、もう、髪の毛がっていうことで坊主になっていくわけで、普通はあえて坊主にしないわけで、坊主って言っても、ああいうゴリンガみたいなのではないと思いますよね。子供らしくみたいな形にしていることは、あくまでもやっぱりいつまででもお子様の感覚なんじゃないかな。やっとそれが、その精神的構造が変わってきた。ね、私さっき言ったように、高校生は子供だって言っても、あの、心の中、 えー、生育家庭、あるいはそれぞれの特性では、もう十分大人の子もいるわけですよ。世の中のことも分かり、仕組みも分かり、上下関係も分かりっていう子もいるんだけど、それを一緒く単にして何かそこのルールに当てはめるっていうようなことが、うん、もう限界なんじゃないのかな。まあ、これを機会に挑発にする高校も、っていうか、もうそこ自体がもうおかしいんですよ。ね。 髪型がどうであろうが何であろうが、ただ帽子を被ってヘルメット被るっていうことはあんまり長かったあれなんだろうな。うん。ただやっぱり、このスポーツっていうのは不公平なんですよね。どう考えても身体能力が勝る体格がいい方が、大きい方がちっちゃいより有利だっていうことはもう歴然としてますよね。はい。ここに全員が、このみんながやれるわけじゃない、応援する人、そうする人、 高校野球って言うと結局本人たちじゃない学校の問題になってくるから応援するチアの子たちとかブラスバンドの子たちとかその思いがあっていろいろあるわけですよ。今その盗撮するとかやれなんとかっていろんな問題があってるんあるんだけどじゃあ何でもかんでもやめてしまえばいいって問題ではないんですけどじゃああえてねあの昼間やる必要もないんじゃないかとか泣いたやった方がいいんじゃないか時期を変えた方がいいんじゃないかっていう話が出てくるのは当然だと思いますね。うん。だけども まあ、ここを、ここを今回言ってるわけじゃないです。やっぱり、この、慶応っていう高校が、この優勝まで来た、今までとは違うやり方、根性論的じゃないもので勝ったっていうのは意味があって、しかも、その象徴的なのが、髪の毛がね、普通、この子たち。でも、表情を見ると、あ、大人に見えるな、と。うん。私が、この、今ね、ある程度ちょっと高校生の子たちと、携わって、 直接喋ることないですよ父母とか先生とかしか喋らないですけどね。あの客観的に見て、そう感じたということです。以上です。